シネコックヒルズゴルフクラブは、米国ニューヨーク州ロングアイランドのサウスハンプトンにある、リンクススタイルのゴルフクラブ。過去に、全米オープンゴルフが5回開催された。2000年に、米国国家歴史登録財に登録された。正式に組織された、ゴルフクラブとしては、全米最古、そのクラブハウスも、全米最古であると主張している。また、 女性メンバーの加入も創立当初より認められており、これは全米発であるとも主張している。ウィリアム・ケバン・ナービルとエドワード・ミード、ダンカン・クライダーの3人が1889年から1890年にかけて南フランスのビアリッツを旅行したことがゴルフクラブ創立の発端となった。3人はビアリッツでスコットランド出身のゴルファーであるウィリー・ダンに出会った。 ダンはこのリゾート地でゴルフコースの建設を行っていた。米国に戻ったミード特クーライダーは、早速、ニューヨークシティ近郊でゴルフコースを建設する場所を探し始めた。最終的に、シネコック運河の東側、ロングアイランド鉄道線路沿いの砂丘地帯が選定された。ゴルフ場建設計画に賛同するメンバー44、人から100ドルずつの出資を受け、 80エーカーの土地を2500ドルで購入した。ロイヤルモントリオールゴルフクラブのウィリー・デイビス設計による12ホールのコースが完成し1891年の夏に開場した。建設には土着のシネコック族インディアンも参加したという。クラブハウスはスタンフォード・ホワイトが設計し1892年に完成した。これは全米最古のクラブハウスだと言われている。 1893年には、レディース専用の9ホールコースも完成した。1894年に、ウィリー・ガンがライベーし、6ホールを増設して、合計18ホールとなった。同年には、非公式ながら、全米のトップアマチュアによる選手権大会が、ロードアイランド州のニューポートで行われ、ダンが優勝した。同年末、全米ゴルフ協会が設立されたが、 シネコックヒルズも設立時の5クラブの一つとなった。全米ゴルフ協会は1895年に第1回の全米オープン大会をニューポートカントリークラブで開催した。1896年には第2回の全米オープンがシネコックヒルズで開催された。多くのゴルファーのスコアが80以下だったが、これは総距離が短いことが原因だとされ。 もっと難しいコースが要望されることとなった。なお、1896年の大会には、黒人プレイヤーであるジョン・シッペンも出場している。1901年、レディースコースを廃止して、本コースの距離延長が行われた。チャールズ・ B ・マクドナルドとセスレー・ノアが設計に当たったが、段の設計したホールのうち5ホールはそのまま残された。1937年に、 ウィリアム・フリンによる改修が行われ、ソーヤー・デイジが6740ヤードとなった。フリも、マクドナルドとレイノアが設計したホールのうちの5つと6番ホールの、グリーンを残した。2004年の全米オープンに際し、T を新設することで総距離を6996ヤードに延長した。シネコックゴルフクラブの土地の所有権が誰にあるかについて、シネコック・インディアン部族政府は、 そこが彼らの土地であり、1859年に白人により不法に奪われたものであると主張している。2005年、部族政府は州を相手取って、サウサンプトンの3500エーカーの土地返還と、数十億ドルの賠償金の支払いを求める訴訟を行った。この3500エーカーの土地には、シネコックヒルズのコースも含まれていた。インディアン代表者によれば、 そこは埋葬のために使用するという。訴訟の革新は1703年にサウサンプトンと部族の間に交わされた1000年間の借地契約であった。1859年に多数のシネコック部族メンバー名で当該借地契約を解消したいという請願が行われた。だが、これは白人有力投資からの仕組んだ陰謀であり、請願は虚偽のものだった。これを知った。 同じ部族の他のメンバーが直ちに普段の生顔は虚偽である旨の異議申し立てを行ったが、議会は3500エーカーに及ぶ部族の土地売却を認めてしまった。ありがとうございます。